Spinner。 こんにちは。本日12時のデイリーブリーフ、フラッシュニュースをお伝えいたします。グローバルニュースを素早くお届けするため、AI を使用したフラッシュニュースの配信を開始しました。デイリーブリーフのフラッシュニュースで最新情報をいち早くキャッチして、ぜひ皆様のビジネスにご活用ください。ただいま、デイリーブリーフでは、リスナーの皆様からアンケートを募集しています。皆様のご意見、ご感想をもとに、さらにビジネスに役立つ情報をお届けしていきますので、ぜひご協力をお願いします。詳細は概要欄をご確認ください。一つ目のニュースです。キャッサバ社、データ不正疑惑で40億円支払いへ。アルツハイマー病治療薬を開発するアメリカのバイオテクノロジー企業キャッサバサイエンシズは臨床試験データの改ざん疑惑を受け$4000万およそ40億円を支払うことで和解に応じました。同社はデータを操作し薬の効果を誇張したとしてアメリカ証券取引委員会からの指摘を受けました。元 CEO や科学者も罰金を課され今後数年間上場企業の役員職に就くことが禁止されます。次のニュースです。新世界発展、CEO 辞任で株価急騰。香港の大手不動産グループ、新世界発展の株価が金曜日に 20.9% 急騰しました。3代目のエイドリアン・チェンが最高経営責任者を辞任したことが要因です。会社は20年ぶりに196億香港ドル、およそ約3600億円の損失を計上しており、異例の経営陣交代が発表されました。最後のニュースです。ミレイ政権下で貧困率 52.9% に急増。アルゼンチンの貧困率が 52.9% に達し、20年ぶりの最悪水準となりました。リバタリアンのハビエル・ミレイ大統領が進める緊縮財政が原因とされ、物価上昇が労働者や年金受給者の購買力を大きく低下させています。統計局の発表によると、今年だけで約340万人が新たに貧困層に陥りました。デイリーブリーフをお聞きいただきありがとうございました。感想はカタカナでハッシュタグデイリーブリーフとつけてぜひ SNS にポストしてください。デイリーブリーフをフォローいただくと毎朝の配信に加え12時と18時に最新のグローバルニュースが届きます。次は夕方18時にフラッシュニュースを配信します。良い一日を。